YouTube 創業者のストーリーかなんかを読んでてあの歯医者に行って待ってる時に歯医者で例えば歯の治療をしている時って何もできないのでめちゃくちゃこう休めてる感じがするみたいなのがあってそうなってると結構やばいなって気づきますね。 はい、いいい限りある時間の使い方という本を紹介させていただきますすそうですね、多分2022年ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、やっぱ会議とかがめちゃくちゃ忙しくて、まあ、トイレ行くにも走んなきゃいけないみたいなぐらいパツパツに入っている状態でだからといってなんかこう生産性がすごい上がってる感じもしないみたいな課題感がある時に読んだ記憶がありますね。 これはどういう本かというと「あの生産性とは罠だ」というふうにこの「中表紙には書いてありますけれどもなんか今の時代もうとにかく時間を効率的に詰め込んで。 まあ忙しく仕事をしてどんどん生産性上げていこうってなってるけど本本当にそれででいいいいいんだっけみたいなことが書いてある本でございますめちゃくちゃ量をこなしてるし努力していると思ってるけれどもなんとなく効率が悪い気がしているっていう人が多分対象で僕もそうなんですごい分かるんですけどその人が取る挙動ってより仕事を入れるなんですよ。 今日1日3時間ぐらい空きがあるなって時に、じゃあ3時間ぼんやり考え事をしよう。っていう選択肢がやっぱりなかなか取れなくてだったら、この3時間で企画書書いてみようとか。何かちょっとこう。新しい仕事を作って、そこの仕事に時間を費やすっていうことをしがちなんですね。その方が安心するからなんですけれどもなんですけど、仕事を入れない。側っていう選択肢を。 持っった方が多分いいだろうなと思って要はじっくり考える時間しかもそれが別に1時間とかではなくて5分とか10分ですらないと枯渇ししてていってる感覚がありましたね自分の中でインプットとアウトプットがせわしなくされてる中のその中間というかインプットされたものをちゃんと自分の中で消化してからアウトプットしなきゃいけないのにその消化がされてないみたいなそんなイメージ。 なのでちゃんとその30分間何もしない時間を作るとかの方が精神も休まって頭の回転も良くなってそこで非常に良いアイデアが出てその後にいいものが作れるみたいな経験はちょこちょこ増えてきたのでその意味でもこういう本が,やが役に立ってる感じしますね。 割と人は生産性考える時に料理とかに例えると分かりやすいと思うんですけどたくさんの料理の量を作ることを生産性と考えがちだなと思っていて料理作ったら、まあ、食べる人がおいしくてあこれおいしいねって言って、まあ、適切なおなかいっぱいになるみたいなのがゴールなんですけれどもたくさん作るためにはどうしたらいいんだろうじゃ野菜を切るスピードをもっと早くしようとか。 野菜ををたくさん切れる道具を導入しようみたいになっちゃってたりするんですが、まあ、出された方としてはこんなに食べきれないよとか10品目は多すぎだよねみたいなことが起きてるっていう感じなので、まあ、生産性としてはやっぱり目的に対してちゃんと適切なものを出せてるかどうかっていうところが生産性かなと思ってます。 まあそうですねなかなかそこも減らせられないっていうのが正直なところでもあるんですけれどもやっぱりやらななないい仕事事を決めるととかそのの辺が大事なんだなというのはありましたねうん、まあ、80点と85点にそんなに差がないので5点を諦めるとかもありますしだからベターはあんまりやらないとかベストしかやらないみたいなそういうのはちょっと意識するように。 りましたね。この本の中で、まあ、正確には多分時間の話ではないと思うんですけれどもすごくいいことを言ってたなと思っていてあのインターネットによって何が起こったかというと。 なんかこう世界ランキングにいきなり飛び込まされるみたいなのがあって、まあ、起業家でいうともう完全にイーロンマスクとかもう3社も4社もやってすごい世界を変えるようなことをやってると。でなった時に例えば100人の会社でその人たちをちゃんと給料払ってて雇ってて、まあ、1,000人のお客さんが喜ぶようなことをしてるとかも 本当ははめちゃくちゃゃく素晴らしいはずなのにもう全然ダメだと思ってしまうみたいなのがあってそれによってどんどん時間を使ってもっと成長しなきゃみたいになってる「まあ、生理があるよね」みたいなことが確か書いてあってその観点はすごい良いというか大事なな考え方だなと思ってます例えば漫画家さんとかでも本来であれば1,000人の読者がもうこれ本当に良かったと。 感動ししたって言ってて言いののが素晴らしいことなのに「鬼滅の刃」と比べて自分はもう1億ぶ売ってる漫画家さんがいるのに自分はもう1,000部しか売ってないとか思っちゃうのってやっぱなんかあんまり幸せなことではないなと思っててちゃんとこの自分がやってる素晴らしいこととかそれこそ一人で働いて家族を養ってるだけでもすごい素晴らしいことなのに自分は何でこんなに駄目なんだろうと思っちゃうとかは よくないよなっていう観点のもともうちょっとこういう本に書かれてるようなそういうのも素晴らしいよねとか自分が本当に有意義だだとと思ううう時間の使いい方をしよねねってて啓蒙は結構大事だなとは感じてます、ね、数とか数字じゃないじゃないですかその一人一人ちゃんといらっしゃるのでそこを無視して100人じゃなくて1億人のインスタグラムみたいなのじゃないとダメだって言っちゃうのはなんかこう。 非常になんか数字としてしか見てないような感じがして好きじゃないんでしょう、ねはい、でも本当にチャット GPT とかによって。 世界が変変わっっちゃったんで大変で大すね例えば YouTube のタイトル考えてとか記事のタイトル考えても今まで専門のライターとかが10個とか考えてやってたのをなんか100通りとか1,000通り考えるのを数分でできちゃうしなんか専門家を10人いるっていう設定にしてその専門家に10個ずつ出させてそれをなんかお互いに一番いいのをピックアップしてベスト10位出してくれっていうとかなり精度高いものが出るので。 そこからもうタイトル選ぶだけだよねってなった瞬間に人がが時間かけてて出してたたアアイデいいらなくななくるみたいなのは起こ,ってますだからこういうのの録音の書き起こしとかももうこの動画を情報として得たい人はもう多分文字起こしボタンを押して右側に出る文字起こしをコピペして。 チャット GPT に投げて「ようやくして」って言うと5行ぐらいにまとめてくれるので多分1分分かからずにここの30分の30動画ううだっったなってでできると思うんですよで一方でなんか好きだからとかなんとなく喋ってんのを30分見たいみたいなニーズもこれはこれで別であって芸能人の人がやるアイドルの人がやるなんてこともない30分のラジオとかがすごく好きみたいなのってあったりすると思うんですね。 情報価値としては他の人から見たらそんなに高くなくても30分聞いてたいみたいなでこちらこちらで大きな価値があるのでこのなんか2分にななるような気はしてますねで結構大事なのが例えばおそらく自己啓発本100冊を読んであの内容をまとめると。 ほぼもう10行ぐらいでこの100冊っていうのを説明できるとは思うんですけれどもあの多分読んだ時に普通のことだなって思思っっちゃうと思うとんですよっていうのをあのいわゆるいろんな演出で、まあ、感情に訴えかけたりとか揺さぶったりとかすることによって染み込ませるのでなんか要は全部の栄養素が入っているサプリを飲んでも食事した感じではないよねみたいな感じに。 結局は戻ってくるのかなっていう気もしますねだか,らだから儀式とかってやっぱ人類にとってはすごく大事でバーンとすごいテンション上がる音楽が流れてすごい拍手のもと講演者が出てきて熱狂してで会場の熱気があって、まあ、成功者が成功哲学をしゃべる1時間みたいなのがあってでその興奮の中で、まあ、友達と「すごかったね」って話して帰ってみたいな経験が。 あるのと5行で言うとこれですみたいなのだとやっぱ全然違うよねっていうその体験の話の違いは出てきそうだなと思いますし、まあ、それがよりはっきりと5行で出せる技術が出ちゃったおかげでなんかより認識するんだろうなとは思いますね。